おはようございます。釣り子 TV です。注文していたルアーが届きました。最新のルアーなんですけども、早速開封していきたいと思います。ちなみにね、今回は、怪魚ハンターの小塚拓也さんのところのですね、モンスターベースってね、モンスターベースで調べると出てくるんですけども、そこで厳選のルアーとかがいっぱい売っていてっていうね、そういったね、サイトがあって、そこでね、竿を注文したりなんだりできるんですけども、ルアーとかもね、あ、これっていうやつが結構並んでいて、まあ、そこでね、購入してみました。じゃあね、お、入ってる。じゃじゃじゃーん、これ来たー。おー、すげえ。あ、こういう感じなんだ。あとね、なんか入ってるのも、お、すげえ。あ、これ俺もね、お気に入りで使ってるんですけども、バリトゥードっていうね、竿のステッカー、いやー、がついてきた。これは嬉しいですね。この竿ね、まあ大好きなんで、まあこれで投げることも多いんじゃないかなって。まあこういうステッカーもね、おまけでモンスターベースで買うとついてきちゃいましたよっていうことで、はい、改めてこれ2個も買っちゃいました。ラパラのカウントダウンエリートっていうことで、あのね、名作ルアー目白押しのラパラから新しいね、カウントダウンっていうことで、パッケージもこんな風になってるんだな、今。で、カラーはですね、GDYM ってカラーと、GDOK っていうね、カラー。こっちがだから、ヤマメってことかな。で、こっちがオイカワってことかなと思うんですけど、見てください。この、ね、感じ。ラパラどうしちゃったんだろうっていうね。すげえな。こうなるんだ。これ釣れそうですね。まあね、早速じゃあちょっと開封していきたいと思いますね。まず、ヤマメカラーから、はい、出てきました。こんな感じ。目を引くのはカラーリングですけども、ただね、ネットの写真とかで分かりづらかったんですけども、この対光とかね、この幅とか、あ、結構ね、形はやっぱり往年のラパラのあの感じですね。で、リップはこういう感じでね、あの釣れるずんぐりむっくりの水を、押してくれそうなボディにこのスーパーリアルなカラーが乗ってるのがエリートだよってことでいいと思うんですけども、で、カウントダウンなんで、もちろんシンキングの未納っていうことだと思うんですけどね。そして、あ、お腹にね、カウントダウンエリート、って書いてあって、ラパラとかこう書いてありますけども、見てくださいよ。こんなラパラ使いたくなかったですかね。あ、で、このアイ、わかるかな、この愛の平べったい感じから想像つく。あ、これかなりね、どんなものが来ても、まあ本体が壊れてもこのワイヤー部分は絶対魚を保持し続けるぞっていうね、そういう感じのね、気合いの入った愛で、まあ針はね、こういうオーソドックスな針なんですけども、あ、でもね、刺さり抜群ですね。もうこのまんま交換の必要なくまずは使えちゃうなって、いい針がついています。フッ素加工ではないですけどね、すごい刺さりのいいナイスな感じの針がついていてね。で、これがね、ネットでいろいろ画像で見ていて、まずね、欲しかったですね、ヤマメカラーっていう。はい、と、あとね、もう一個ね、これも欲しかったんだと思ってね、オイカワですよね。はい、こちらがオイカワ系のカラーなんですけども、あ、いいですね。腹オレ、まあ、腹ピンクみたいな感じですけども、そこからこの横の
この感じねえ、わあ、で背中までこう丁寧にね、綺麗な、あ、まあ、プリントなんですかねこれね、で顔周りもめちゃくちゃね細かいね、こういう感じになってるんですけども、いやー、かっけーですね。まずはこの7センチ台から来たっていうことですけども、ここからエリートね、人気出てね、あ、11とかね、大きめのやつとかも欲しいですね。はたまた小さいやつもね、めちゃくちゃ、シーバスの数釣りなんかに活躍するんで、小さい方もね、気になるんですけど、作ってほしいななんてとこですが、まずは見てください。最近のラパラはこんな感じになっちゃったっていうことですね。あー、いやー、で、まあね、同じルアーなんで正面から見たらこんな感じ、お腹側から見たらこんな感じで、背中から見たら、こういう感じなんですね。じゃあね、カウントダウン、カウントダウンって、そういえば重さってあんまり意識したことなかったんで、重さも測っておきたいと思います。はい、じゃあね、ラパラのカウントダウンエリート、これの重さは何グラムでしょうか。9グラムなんですね。あー、こんなね、小粒だけどね、9グラムあるんで、まああとはね、飛びとか気になりますよね。でもね、最近すごい感じるのは、今のリールってものすごい性能が上がってますからね。まあ例えばそうですね、この新しく出たメタニウムなんかは 5g 6g 前後のやつもスイッて投げれるし、それとか、これですよね、ベイトフィネス機とかを最初から導入したりすると、ここら辺の、固定重心のものが気持ちよくね、飛ばせるななんていう印象があるんで、はたまた、まあ、ここら辺もねよく使うんですけど、最新のマグネット機構とかね、ブレーキシステムが、乗っかっているグラビアスとかね、ここら辺もね、こういったのを投げるのに非常にね便利になってくるななんていうところで、ここら辺のリールの進化が一昔前の、重心移動システムとかが乗っていないようなプラグとかも気持ちよく、遠くに飛ばせるなっていう印象があって、例えばラトリンログであるとか、例えば昔の TD クランクであるとか、そういったのがね、がぜん前だとちょっと飛距離が物足りないなとか、あとはトラブルがね、ちょっとバランスの関係で多いななんて言って投げることが少なくなってきたやつを、ここら辺の最新リールで改めてね、遠くにベイトで飛ばせる、で糸も太いのが入れられるから、こういったなくしたくないルアーとかもね、なんていうかな、使いやすいっていうね、そういった印象があるので、まあ通常シーバスで言うと、スピニングリールにまあ例えば、P ラインとかを入れてリーダーを組んで遠くに届けるってね、これはまあ従来の使い方なんですけども、もう最近のだとこういう7センチ台のね、重心が固定してるモデルとかも気持ちよく、ここら辺のセットで投げれるんじゃないかなっていうことで、まあね、ラパラしかもこんなリアルなカラーリングで、まあ重心が固定されているってことで、こう着水からの泳ぎ出しとかはまず間違いないだろうなっていうことで、そういったのが必然として必要な場面っていうのはね、結構多く出てくると思いますので、シーバスに限らず、まあ自分の場合はラパラとかはブラックバス釣りでもね、こう大量に持っていくミノーケースの中にね、ちょっとシンキングが必要な時って時に潜ませておきたいので、ここら辺もね、またね、この一群ルアーボックスに入れて持っていきたいななんて思います。例えばこのバスで使ってるビーフリーズなんかもシンキングだし、あとはこのね、海用のソルトウォーターの80ジュニアとかもね、実はバス釣りに毎回持っていくんですよね。はい、こういうね、例えばここら辺のやつバスでもよく使うんですけども、ちょっとシンキングしようなね、ここら辺メガバスの塗装なんかと比べても本当ね、
見劣りしないようなこんな感じのね雰囲気にラパラが進化したっていうことよ。これはねサイズ感もね似てるし、ここら辺のサイズ感ほんとね、関東のあのバス釣りとかで大好きなんですよね。なんでまあサスペンドフローティングとかね、デッドスローフローティングとかが、流星ですけども、一個はねこのシンキングプラグもバス釣り行くときにねボックスに隠しておいた方が、いいことあるかもよっていうね。あとはねもちろんね海釣りのシーバスなんかでもあの動きの時点でめちゃくちゃ釣れるラパラがこんなリアルフィニッシュをまとったら、まあ、どんだけ釣れちゃうんだよってね、期待大なプラグだと思うので、要所要所でですねこれせっかく2個も買ったので、投げ込んでいきたいと思います。で結構ねほんと店頭で釣り具屋さんでね探してたんですけども全然見つからなくて、でこれ買った時点ではまあ売り切れちゃったらないと思うんですけども、小塚拓也さんのそのモンスターキスのモンスターベースっていうね、通販サイト、そこにねまだねところによりカラーね欠品出てきてるんですけども、1回目の入荷も一瞬で売り切れちゃったなんて書いてありましたけどね、まだねこうやってちょっと色なんかも選んで買うことができたので、ぜひですね覗いてみると、まあこれ以外にもね魅力的なこんなルアー、とかねいうやつがねいっぱい掲載されているんで、ぜひ、見てみてください。というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、ラパラのですねカウントダウンエリート、これをね、モンスターベースで2つ買ってみてって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。